明日の洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布予想でお天気の流れから確認していきましょう。オレンジ色が晴れの予想、グレーが曇り空の予想です。時間を進めて見ていきます。明日は北海道から九州まで広く日差しが期待できます。穏やかな天気のところが多くなりそうです。ただし関東や静岡、山梨周辺では雲が広がったり急な雨の可能性があります。晴れていても念のため空の変化にお気をつけください。南西諸島も日差しの届くところがありそうですが、那覇など本島では雨の降る可能性があります。お洗濯情報アイコンで確認していきますと、これだけ晴れるところが多くなりますので、ほとんどの地域で洗濯物の外干しに問題なく OK の予想となっています。ただし急な雨が心配な那覇では心配という予想になっていますので、洗濯物を干しっぱなしにして出かけてしまうというのは、危険かもしれません。念のため空の変化にご注意ください。詳しいお天気やお洗濯情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。